リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、本日はシェフィーさんの体重測定をやっていきましょう。本日2月2日ですね。はい、2月2日のこの子の体重を見ていきましょう。ちなみに今までのはこんな感じ。9月の時でですね、9月1日で、33センチ。で、この間測った時、12月ですね、12月29、あの1月1日はちょっと測れなかったので、あの12月29に測ったんですけれども、その時が53センチの606グラムなので、まあ500ぐらいね、大きくなってっていう感じでございますね。さあ、2月2日、この子の体重と、そして、体調はどれぐらいになったのか見ていきましょう。で、体調の方は毎回ね、100グラムずつぐらい、増えていくんですけど、体調はこの辺で一気にグッて伸びたりはしてるんですけど、あのこの辺ではね、3センチずつぐらいなので、多分56センチぐらいなんじゃないかなという予想です。ちょっとまず体調から見ていきましょう。よいしょ、ちょっと失礼するよ、ちょっと嫌かもしれないけど、よしよし、えらえら、はいはいはい、あーちょっと、あーちょっと待ってちょっと待って、ストップ、ストップ、えらいね、あ、えらいね、ここ、はい、ストップ、はい、頭を寄せて、この状態でこうやっていって、こうやっていって、はい、あれ、体調ほとんど変わらない、もしかして頭、うん、合ってるね。あ、体調ほとんど変わらない、54だね、一応54、体調はそんなに変わらないですね。身長は伸びていないみたい。では体重ですね。あとね、ケージの大きさによってそれに合わせて成長するなんていうのも聞いたことはあるんですけども、多分関係ないと思うんだよな。あの、もしかしたら広いケージにね、ガーって一気にしたら大きくなるのかもしれないですけど、こいつが動き回るには全然十分大きいケージなのでね、現在ね、多分大丈夫だと思うんですが、体重はめっちゃ伸び、大きくなってるね。って言っても 80g か、688かな、 688g ということで、前回より 80g ですね。成長がちょっと緩やかになりましたね。うん、成長速度に関しては多分緩やかになったんじゃないでしょうか。うん、あ、出ないよ出ないよ、ちょっとここでおとなしくしてて、うん、体調的には変わらない、体重か、体重は本当は680ちょっとぐらいか。ほうほうほう、まあにしても結構大きくはなったわな。うんうんうん、はい、もうやだね、あ、やだね、はい、どうぞサムネイルの写真撮ろうかって、あ、嫌がったごめんごめん、はいはい、成長的には緩やかになってきたのかなと思います。ここで急激にね、 100g とか増えてるんで、あ、でもな、この辺、ここが結構一気に伸びてるのかな、大きさとしては。うん、でもこの辺もよく見ると、まあ100ちょっとぐらいって考えると、まあまあまあそんなもんなのかな。うんうんうん、ただちょっとだけ緩やかにはなってきたんじゃないかなというのが私の主観ですね。はい、成長的には少しだけ緩やかに成長してきてるのかなと思います。まあね、バカみたいにね、あの大きくなっていくよりは、まあまあまあ全然いいと思うんですけれども、ふんふんふん。あとは来月ね、また3月の頭測ってみて、どれくらいのね、体重と身長になってるのかっていうのを見て、成長が緩やかであればその成長に合わせてていいのかなと思います。あとはまあ変にね、ケージ大きくしすぎなくても私はいいかなと思っているので、全然今でもね、あのちゃんと暮らせる大きさのケージなので、はい、ちょっとね、
なんかケージの大きさに合わせて成長するみたいな話も聞いたことが少しだけあって、本当かどうかわからないんですけれども、実験もしてないので、私がね実証実験っていうのをしてないんで、あのちょっと信憑性が私的にはないなというところなんですけれども、はい、実際ね生活させていってどうなるかってところですね。とりあえずシェフィーさん戻しましょう。そう、こんだけの広さがあるんでね、全然問題ないんです、生活するには。かなり広いケージにはなってます。なんかあの窮屈そうなケージ構造には全然なってないので、あの水入れもね、今ちょっとうんちで汚くなってるけど、あの水入れも十分大きい状態ですし、ね、ああやって奥にも入れるように、まああそこの隙間はちょっと狭いけどね、うん、ただ十分な大きさでね飼育させてるのって、あの多分大丈夫だとは思います。ケージの大きさが小さいは多分ないかな、はい、っていうところです。まあひとまずこの調子でね、あの成長していってくれればっていうのと、まああとは太りすぎなければ私はいいかなとは思っております。太りすぎっていうのは今のところないんじゃないかなと思います。688ならまあまあまあっていうところでしょう。はい、ということで本日はねシェフィーさんの体重測定と身長のね、あの体調測定とやっていきました。またねこちら3月の1日ないですし、3月2日とかね3月の頭にまた測っていこうかなと思います。はい、それではまた次回のねこちらの動画でもお会いいたしましょう。そしてね毎日、いろんな動画上げておりますので、よかったらそちらの動画も見てください。よろしければチャンネル登録、高評価、 Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちら見てみてください。最近 TikTok 操作が慣れてきて、あの TikTok に上げて、 TikTok じゃないや、インスタグラムがね結構慣れてきて、最近インスタグラムにね結構投稿することも増えました。あと TikTok だけでね上げてる動画とかもちょいちょい増えてます。よかったらね、あの TikTok もインスタもそして YouTube もね見てくださったりすると嬉しく思います。ということで以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。